はようございます。セブライフの友です。今は9時2分ですね。母豚が出産しそうなので、豚小屋に様子を見に来ましたが、まだ子豚は生まれていないですね。はい、立ち上がってはいるんですがまだです。星がねとても綺麗です。はい、そして1時28分にまた豚小屋に戻ってきました。果たして産んでいるのでしょうか。はい、今回はしゃがみ込んでいましたがまだ子豚は生まれていませんでした。はい、でしばらく待っていると1頭目、足がねずっと出ていたので義理の父が引っ張り出しました。これが2時21分、ここからね出産が始まりました。1頭目ピンク色の豚でかなり元気がいいです。基本的に、出産の時は足とかがね見えていたら引っ張り出すようにしてます。はい、でお母さんがまだミルクを与える準備ができてないので一旦ねあったかいライトの下で待機してます。はい、2頭目が生まれました。こうやってね出てくる時に顔に膜が張っているのでそれを取ってあげて呼吸を、顔というか体全体に膜が張っているので取ってあげて呼吸をね早くできるようにしてあげてます。生まれた手の2頭仲良しですね。はい、お母さんが寝転がってね、ずっと寝転がっているのでようやくお乳にありつけています。3頭目、4頭目、これがね黒斑点豚、5頭目、これもね茶色豚の黒斑点豚でした。6頭目、この子も黒斑点、結構、ね、模様付きの子が多いですね。7頭目、お母さんお腹がかなり大きかったので果たして何頭生まれるでしょうか。今のところ7頭。はい、まだねお母さんのお乳までいけない子はこうやってお互い噛み合ってます。これが8頭目、また茶色豚の黒斑点ですね。9頭目、こういう風に膜がついてます。これも取ってあげます。で10頭目、温まってますライトの下で。で11頭目、数え間違えましたね、これが12頭目です。はい、で朝になりました。5時47分日が出てきました。お母さんのねお腹の中からかなり大きな胎盤がドローと出てきたのでこれで以上になります。でお母さんももう力んでいないので中に子豚はいません。はい、でトータルで12頭いました。隣にいる義理の父の子豚、あとは自分のね子豚と比べるとかなり、もちろんね生まれたてなのでかなり小さいので、あれめちゃくちゃ小さいなと思いましたが、義理の父はかなりいいサイズで12頭はすごくいいと言ってくれました。はい、これから大きく育ってね。ご視聴ありがとうございました。